まあ一応撮影終わってチェックしててモニターを見てましたら、インド人に見えないからどけって言われましたよ。どけましたよ。走り出した列車の車内では大沢くん扮する沢木さんが三等客車の特等席阿弥陀に乗るシーンの撮影。大沢くんは楽ちんそうであるがスタッフは大変。やがて列車はハジャプール駅へ。ここでも大沢くんの周りにはヤジ馬がいっぱい。どこへ行ってもあっという間に人に囲まれ、人人人の山の中で撮影は進む。さてこれが撮影隊の荷物。撮影スタッフは総勢12名とコンパクトであるが、荷物の数は40個。撮影機材と生活必需品をえいやっと頭の上に乗せているのは赤帽ならぬ赤シャツのポーター軍団。中には1人で70キロの荷物を運ぶ者もいる。15人のポーター軍団が全部で770キロの荷物を軽々と運ぶが、大沢くんのバックパックはいつもの通り大沢くんの背中。あれ、何やら揉めているご様子。賃金に関わることだから皆さん真剣である。相変わらず列車は鈴なり。インドの人たちのたくましさにはただただ感心するばかりの大沢くん。インド北部の宗教都市ベナレス。ガンジス川の岸辺6キロにわたってヒンドゥー教の聖地が連なり、年間100万人以上の巡礼がこの町を訪れる。ここでの撮影は大沢くん扮する沢木青年に何とかして土産物を売ろうとする現地の少年との駆け引きと心の交流。見かけよりはずっと美味しい揚げパンを売る店。これはインドの甘いスナックジェレービー。ベナレスは混沌とした街のような気がしてます。で、同じガンジス川でも洗濯してる人、体洗ってる人、それで、動物の死骸は流れてるし、水牛も体を洗ってたり、それでいてちょっと歩くと死体焼き場で遺体を流したり、不慮の事故なんでしょうか、ある特殊なパターンの死を迎えた方は、それを焼かずにそのままガンジス川に流したり、そこでみんな泳いで、物乞いの人がいたり優しい人がいたり、とにかくいろんなものがもうギュッと生活が濃縮されているような、人生が濃縮されているような、街のような気がしてて、僕も、ちょっと混乱気味の中で、ベナレスを過ごしてます。ショックというよりもむしろ、なんかその混沌としたものなんではないかなと、その抜け出せないというか、その旅をしている経過で の, そのちょっと分からなくなるというか、その探し物が分からなくなる、で自分が探し物をしてるんじゃないかということになんとなく気づいたりとか、全行程の中のそういう旅のポイントではないかと僕は思うんですけど。おやおや、注意深く上手に階段降りてますね。足元気をつけてです。足元気をつけてってよ、大沢くん。ごめん。ほら、言わんこっちゃない。北
インドの表玄関デリー。新旧が交錯した混沌と喧騒の街、インドの首都である。こちらも日本でおなじみの大沢くん。おや、深夜特急の原作本じゃありませんか。しかしよく使い込んでありますね。日本を出て24日目、今デリーのバス停に来てます。やっぱりすごくでかくて、これだけもうありとあらゆるバスがもう止まってて、どれに乗っていいのか自分もよく分かんないぐらい大きなバス停です。まあ、気づかないと思うんですけど、僕ちょっと髪切ったんですが。あ、そういえばそうだね。気持ちも引き締めて、またこの髪がまた伸びていく様も、次の場所、その次の場所で、伝えられたらいいなと思ってます。こう期待。はい、注目することにしましょう。さて、撮影チーム一行はデリーを出発しパキスタンへと向かいます。怪しげな棒の先についているのは CCD カメラ。危なっかしいな。でもこんなに迫力満点の映像が撮れたらやめられないのである。とっぷりと日も暮れてインドの人たちも家路を急ぐ頃、撮影チームは相変わらずの移動撮影である。ちなみにこの撮影のため路線バスは3時間の遅れ。どことなく冷たい視線が身にしみる。一夜明けてパキスタンとの国境に近いアムリトサルに到着。ターバンを巻いている人が多い。皆さんインドといえばカレーとターバンと思いでしょうが、それは合っているようで合っていない。実はターバンを巻いている人はシーク教徒に多く、アムリトサルにターバンを巻いた人が多いのはシーク教の総本山、黄金寺院があるからである。シーク教徒には髪の毛やひげを切ってはいけないという掟があって、長髪にターバンをかぶり黒々とひげを蓄えるのが特徴。ちなみにシーク教徒はお伊勢参りならぬ黄金寺院参りが年中行事なのである。ここはインドとパキスタンの国境。この線を越えればパキスタンという場所であるが、撮影はひとまずここまで。包んでは開き、開いては包む生活も25日目。撮影機材の荷造りも手慣れたもの。しかし相変わらずの大荷物である。日本語とヒンドゥー語の通訳をしてくれたアルパナさんともここでお別れ。もうすぐ囲碁の大会で日本に来るそうなんで、もし新聞にアルパナ5位とか4位とかでしたら、皆さん喜んでください。アルパナさんです。インドのポーター軍団は青シャツさん。今回は何人で運ぶのか、1、2、3、もう分かんない。とにかく大勢である。そして国境。この国境を抜けると、ありゃ、ポーター軍団衣装替えしている。なわけない。パキスタンのポーター軍団に変わったのである。1947年インドから分離独立。インド5000年の歴史を今に伝え、豊かなインダス川の恵みを十分に享受している国パキスタン。古くから交通の要所として発展してきたパキスタンは、現在でもその重要性は変わりない。ラホールの街中へ入り、あちこち見ていると女性を見かけない。イスラームの風習、女性隔離がまだこの辺りには残っているのである。音を立てているのはお肉屋さん。羊の肉に香辛料をたっぷりつけて焼いたカバーブ。紅花の包丁さばきもびっくりのヘラさばきでリズムを奏でているのは、羊の内臓料理を作っているおじさん。
おうちでも作るポピュラーなお菓子キール、おかゆみたい。パキスタンのラワールピンディという町に来てます。今のところずっとラホールからずっとラワールピンディまで9時間、10時間ぐらいかけて、バスでずっと移動してきてるんですが、やっぱりこの辺にあるような、金ピカな、バスに乗って、旅をしてるんですが、中では、夜になると、いや夜昼と昼夜問わずですね、音楽をガン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 流してみんな歌ったり、口ずさんだり、乗ってるやつはちょっとリズムを取ったりで、気持ちいい時間は屋根の上に上がって、日向ぼっこもできます。ただ、実際上がってやってみたんですがかなり上がると寒いですね。パキスタンに入って、3日目ぐらいですかね、ちょうどパキスタンの人や町にもちょっとずつ慣れて、いるところです。ちょうどあの入った日が、ラマザン、断食ですね。断食の明けの旧正月というんですかね、正月イディという、3日間正月休みというか連休があるところで、ちょうどどの店も、閉まってますね。なんか変な感じだなと思いきや、ちょっとずつだんだんその休みも明けて街に活気づいてきて、その勢いに乗ってそのまま、国境の街ペシャワールに向かいます。ペシャワールは、アフガニスタンとの国境の街として存在してて、国境行けるところまで、見れるところまで、見てみたいと思います。楽しみ。大沢君の言う通り、バスは日本のトラック野郎も思わず参ったと言ってしまいそうな超ギンギラギン。おや、君も旅に出るの？パキスタンのバス輸送はご覧のギンギラバスのほか、フライングコーチ、国営バス、ミニバスなどが頻繁に通っている。もちろんその間を鉄道も結んでいる。輸送手段は発達しているんでありますが、踏切はご覧の通り、全て人間の仕事である。撮影チームはいよいよパキスタン横断バスの旅に出発するのであるが、その前に国境の町ペシャワールでの出来事。アフガニスタンとの国境に近いペシャワールで僕は思いがけない人たちと出会いました。故国を追われここで苦難の日々を送っている異教の人々、アフガニスタンの人たちです。しかし静かな活気とでも言うのでしょうか、彼らの表情には何とか少しでも今の生活を良くしていこうという力強さが感じられて、そのことに僕は感動しました。そして彼らの中でわずかでも英語を喋れる者はその少ない語彙で一生懸命自分たちの割れた立場を僕に訴えかけようとしたのです。 How about economy in Afghanistan? Afghanistan economy, that's very bad. It has destroyed. This is a poor fighting, no? No, it's still fighting, you know. Yeah. Well, if they stop, then again they start. So there is no any good government to carry their Afghans back to the country to come peace.They are not only the main problem. These foreign countries like USA, they are not leaving Afghans to be in peace. A country has peace, so it can promote. If a country doesn't have peace, it cannot promote. So our big problem is this: that in this area, in this camp, before to our teacher, the commissioner of Pakistan gave the salary for our teachers, and now they can't support.That to give the salary for our teachers. Now we can to get knowledge. This is our big problem. Knowledge. Now. Yes. Yeah, yeah. Nowadays. アフガニスタンの人々の言葉を心に刻む大沢君を乗せ、バスはクエッタに到着。町ではヒゲの手入れもしてくれる床屋さんが道端でずらりと店開きしている。要するにみんなおしゃれなのだ。クエッタの名物はヤギの頭、豚足ならぬ羊足、ヤギの足も食べる。丸々一頭余すところなくいただくのである。